はい、おじでーす。さあ、時刻の方はね、20時20分になりました。ね。えー、今日10時半頃かな。うん、11時までにはね、えー、もう設置が終わってます。10時頃かな、ね、結構平めに来てくれたよね。それで、まあ、おじが気になったのは、うんと、まあ、横が熱い、熱を持つ。 ね、すごい暑いんだ。47度ぐらい左があったんで。で、その動画をアップしたら、えっ、ー、とね、たくさんの方がコメントをいただいたんだけども、まず一人は、うちのはそんなに暑くならないよっていうね、そういうコメントをいただきました。で、あとね、別の方からも、おまあ最初はね、頑張って冷やしてるから、まああの、最初パワー使ってるから暑くなってるんじゃないかっていうね、そういうコメントをいただきました。 なので、2時間ぐらい経った後もね、あの、確か動画作ったと思うんだけど、まあその時にはね、もうギンギンに冷えて冷えすぎて、ね、うわーっていう動画出したんだけど、で、その後に、今度は、あのー、弱にしました。弱中強ってあるんだけど、弱にしました。冷凍庫の、冷凍庫を弱にする方法が分かんなかったんで、あのー、これね、切り替え方がね、わからないんだよ。ここね、 ここを押すわけではなくて、こ切り替えが1個しかなくて、で、これ押すと、右側がチコチコ点滅して、で、ボタンを押すと、今日、中、弱って、冷蔵側しか変えられなくて、こっち側どうやって変えたらいいのか、ちょっとわかんないんだよ。あの、冷凍側ね、変え方がわかんなくて。で、冷蔵側を、まあ、あの、結構、中でうわーって聞いたので、なので、 まあ一応弱にしてるんだけど、一応弱でも、すごい冷たいので、まあこんぐらい冷えてればいいよねって感じで、まあ中のままでもいいけど、一応弱にしました。ね。はい、上ね、こんだけ。で、下はね、レモンの炭酸買ってきて、チューハイも一本買ってきてね、あの、ティラミスも買ってきました。ね。で、トマトここに入れてあって、今日ものすけ収穫したんでね、野菜もたっぷり入ってます。ね。うん、まあ結構、 あの、ここに調味料入れてね。で、わけでもわかんないここの入れ物は、この上とかに置いておくのがあってだと見えないじゃん。だからまあここにあるんだなっていうのはね、理解しました。まあ、ここがなくなった分ね、10センチちっちゃくなってここが3段に変えられるのもあるんだけれども、まあでもその分ここがたっぷり使えて上のが、ここが使いにくい分ここに来たのかなと思うと、まああの、ウォーターサーバーがね、あの、入らない。 お、奥行きがなくて、こっちも高さが使えないっていう、その最大の欠点以外は、まあ、一人で使う分にはちょうどいい大きさかなと思います。この大きさから見ると、でっかいなって思う方いるかもしれないけど、冷凍庫はいっぱい使いたいじゃん。で、冷凍庫はね、今のところこうやって、あの、アイスのとかね、首巻くのメインにして、すぐ出したいものをね、ここに入れて、うわ、すごいな、冷たい。で、ここは、とりあえずアイス。ね。 とりあえず、あの、すぐ出せるように、アイス。ね。はい、アイス。ね。いや、もうこれだけあればもう、命のもとだね。で、ここもね、ガツンとみかんにパルム買ってきました。余裕だね。で、氷と、ね、チャーハン。ね。まあ、とりあえず死ぬことはない、これで。うわすげえはい。で、えー、最初パワー使うんだよ、ということで。で、あのー、弱にすれば、 ま、そんな、ちょっとパワーがね、あのー、少しは抑えられるのかなと思って。だ当然、今日にすれば、もっと冷やそうとするから、まあ、熱を食うのかなと。で、視聴者さんが言うには、この、あの、やっぱり、冷たくするには、ね、熱い熱が外出るわけで、今頑張ってるんだよと。で、放熱板が両サイドに入ってるんだよっていうことなんで、まあ、あの、しばらく落ち着けば、ま、下がるんじゃないかっていうね、 まあ、おっしゃってたので、えー、じゃあ、あれから、まあ、10時間ぐらいかな。ね。まあ、ざっくりと10時間ぐらい経ったので、10時間経って、えー、何度なのか見てみましょう。ね。まあ、42度。ちょっと待って、ピント。ピントがね、こうして合わせないと。見えるね。 今大体いい42度ぐらい弱にして5度ぐらい下がったかな今日にしたら何度になるんだろうまあ初期だけじゃないかっつったけど、まあ、10時間経ってもまあ42度なんでではまあ47度あったことを思えば、まあ、弱にしたら5度ぐらい下がりました今日にしたら50度超えるんじゃないか60度ぐらいしちゃうんじゃないの、ねはい、ここの方は40度切ってるねここの ここの下はね、この真上と真下はそんな熱くないんだよね。だいたい、どこら辺からだろうね。なんでこんな、ここら辺からだ。なんでこんなに露出取れないんだろう。うん。2階ではちゃんと取れるのに、この冷蔵庫の近くに来ると、この楽天ハンド全然露出合わないんだよ。 <laughs> 不思議だね。<laughs> 熱でやられてるとしか考えられないんだけど、ピント全然合わないもんだって、あの、ここに来ると。2階ではバッチリピント合うんだけどね、この、なんか電車波かな、なんか悪い電車波強いの出てんのかな、ほんと、パナソニックもダメになっちゃったし、なんかこの冷蔵庫が来てからこの近くで撮るとみんななんか機械がおかしくなるんだよ。 はい、こっち側もね今下が39度上の方に来るとほんとピンと合わないねこれで40度ぐらいかなで弱にしたら、まあ、下がったね若干ねはいまあ初期の運転だけ暑くて時間が経ったらね あのー、もっと冷めてくれかなと思ったけどまあ39度40度ぐらいはあるっう、ねうん、まあそんなわけで、まあ、触るとうん39度40度ぐらいだったらまあお風呂ぐらいなんで、うんまあ、ずっと触ってても大丈夫かな、うん、まあ暑いねっていう感じでこう新しいとこ触るとあちちちってなるけど一箇所触ってる分にはここはちょっと暑いかなねえ でも、ずっと触ってらんないよ。足くて。うん。やっぱ熱気はね、すごい。こっちの方が熱いから、ああ、もうここはもうやっぱ、あの、触って、辛いかな。足いね、やっぱ4、うわあ、ここ熱いな。あの、熱い、ほら、こう、ああ、赤くなっちゃってる、ほら。わかるほら。色こんなに変わったのわかるこんな、タコになったのわかるほら。ほら。こうやって、こうやって触っただけで、ね。ほら、赤くなってる、ほら。 ね、それぐらい暑いんだよね、本当に暑い、うん、42度のお風呂っていうと結構暑いでしょでも、ね、43度、ね、まあこれはねうん、まあ、アイリス小山だからなのか まあ他のメーカーもそうなのかはわからないけどまああの放電盤が両サイドにあるよっていうことなんでまあ、ここが熱いっていうことはそんだけなんか頑張って冷やしてくれてるっていうことだと思いますうんおじいもね理解しましたまあ冬になればあのもうちょっと楽になると思うからね夏はちょっとここら辺には買ってお弁当置いてくると多分すぐダメになっちゃうだろうねで えっとこれはねパッキンかなと思ったけど視聴者さんのコメントもらってねあの断熱材じゃないかでちょっとレンズかなレンズ拭いたんでてんだけどなどこレンズこれかねこれね下からあのー 紐みたいなものが。これでもなんか、削れるのかあ、なんか削れるねすごい硬いものだけど、断熱材かなやっぱり。ねえ。<laughs> ああ、足すごいかいたから、風邪ひいた。なんか、鼻声だもん。足だくすぎて。ね で、えー、どれ道ね、こいつが出てて、バキンってこうやってるんだね。だここがへっこんでるので、明らかにね、明らかにへっこんでるので、ここね、うん、へこんでます。で、今日まじまじレビューを見たんだけど、あの、ドアのこっちに傷がありますとかね、そういう人もいました。だから、製造工程上で、 ここら辺ね、あのー、傷つくんじゃないの、やっぱり。ちょ、ちょっと、ピントが合わないんだけど、どこだっけど、どっか、あのー、これ、これか、これね。これね、ここね、この、くぼんでる。ちょっと、うすりが。このテカ、テカテカ塗装は、私が悪いな、本当。 どこだっけこれか。ね傷がね。うん、あとここら辺はね、やっぱり、あの、よく言われてるけど、傷があるね、もともとね。で、やっぱアイリスオヤマの、このロゴにシールが貼ってあるから、プロテクトシールをこうやって貼ってるので、だらここら辺は、あの、傷が、ここら辺は汚れで傷がつきやすいのと、あと、何か製造工程でこうなんか当たるんじゃないかな、機械が。なんかね。 全部オートメーションで作ってるから。ね。そんな感じがします。で、あと、お気になるっていうと、ここの蛇腹このね、この均等に来てるところの、この隅っこのこの蛇腹のここの部分が、ここがね、ここがなんかこう、パカパカしてるんで、 ここがねここがちょっとこう上から見ると気になるかなーっていう感じはするけどまあ許容範囲なのかもしれません、ねうんうん、ここは浮いてんのかなこれはこういう形状なのかなこれはこういう形状だねこれはねこれ,これはこう,やこういう形状だね ここに合わせてると思うんで、ここね、ここね。本当、これ何か挟まって飛び出てるね、うん。まあ、でも、まあ本当はね、まあ安かろうでもこういうところぐらいはしっかりとしてほしいけどね。隙間も全部これぐらいで禁止してほしいけどね。うん らしいからしょうがないではなくてね。こちらはまだまだまともだけどねでも本当ねあの汚れが目立つねほんと汚れが目立つね黒はああ吹いたら余計あれだ本当あのあ私あ私ああもうねもうい,いやもう触るのも 吹けば吹くほどどんどん汚れがこれつくんで、これ白だとどうなんだろう。目立ちにくいのかな白だと。もう今ほら、わかるパタパタ汗だよこ、これ。ほら、これもね、汗だよ。今、ボト,ボト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 ね。この、この、周りにいると、すごい暑いんだよ。とにかく。 わかるめっちゃめちゃ汗かいて、ほら。わかるびっちょびちょだよ。とにかく。暑い、この周りは。だからその分中が涼しいでしょ。冷凍庫がすごい冷えるんで、だからあの、そもうちょっと上、バランスをね、こう、なんかこう、こう、麺がね、手動の方がいいかもしれないね。うん。冷凍庫はね、 あの、自尺にしたりね、こっちが中でもいいかなって、まあ自尺でもいいけど、うん、開けると一気に冷気がなくなるんでね。あ、でもこれぐらい冷えてれば、前の冷蔵庫と同じぐらいだからね。あの、ひ日立とかね、ああいう道ぶ、日立と道ぶしたかな、前にあったのが。あの、そんなにして変わらんなで、ね。とにかく、静か。え、たまにうるさいって、 っていうね。うん。あの、レビューもあるんだけど、まあ、まだそのうるさいのには遭遇してないかな。うん。まあ、うるさい時も冷蔵庫あるよ、ブーンって,って。冷蔵庫だもん。でも、一頃のね、時代の冷蔵庫に比べたら、いや、静かだよ、すごく。うん。いや、アイリスオヤマね、悪くないよ、なんか。うん。 ただほんとね、残念なのが、このプロティクトシールが貼られていないここのところは、ほんと、ここはもう拭いても、もうこの、しゃらされていたところのこの劣化というかね、ここはもう綺麗にならないんだよ。ちょっと拭いてみるこれね、ここの、プロティクトシールがね、貼られていなかったところ。 あこの傷が目立つな引っ込みがえー、っとね肉眼だとはっきり分かるんだけどピントがと言いか変わないピントがここここがねへっこんでるんだよシールをこうなってプロテクトシールを剥がしたらここがへっこんでた シールの上からだと分かんなかった。ねうん、傷が強いてる汚れてるわね。あるよ。だって,て拭いても取れないもん。うん、とこのこの塗装はなんとかした方がいいね。でもね、アイリス・オヤマさん。 これは、本当ね、レビューで書かれてたけど、汚い。うん、本当に汚いです。うんまあ、この冷蔵庫を使うのは、まあ、黒の方がこう、なんかね、こうやって見た感じ、あの、存在感はあるけどね。まあ、今の新しいお家には白が合うと思うけど、でも汚ねえな、汚れ目立つな、黒はね。 白の方がいいかもしれない。でもどうだろうね。白だともっと反射が激しいかもしれないし。いや、まあ暑い、ほら。この <laughs>、だって、この暑いの、あの、キャンプファイヤーだよ、これ <laughs>、ね。 はい、そうだけど、アイリス山の冷蔵庫は10時間経ったけど、食面はね40度ぐらいで暑いということです。で、冷房かけてると、なんか下がるよーとは聞いたけどね。<laughs> 冷房のある部屋だと、食面もね、ちょっと落ち着けみたいですよ。なんかね。さあ、この、この黒いのどう、白とどっちがいいのかね。果たして。 どっちの色を買ってる方が多いんでしょうどうもう、じゃあもうこのね、ほんと、アンチグレアじゃないと本当嫌いなんだよね。こういうのね。あの、ポータブルモニターもそうなんだよね。こういうのアンチ、あの、ハーフグレアって言うんだけど、ハーフグレアもね、やっぱ反射は反射。ね。うん、ノングレアじゃないとやっぱ汚いよ。ね。 おじいは大嫌いです。まあ黒だから余計に指紋とかね、そういうのが目立つのかもしれないから、まあ白の方が綺麗かな。清潔感はあるかもしれないね、白の方がね。うん、おじいのところはね、周りが、今ね、ここは周りが白なんで黒の方が なんか存在感はあるんだよね。白に白だと、まあ、白いの一個置いてあったけど、なんか本当ね、白に白だと、なんか、埋もれちゃうんだよねうん。まあ昔はね、壁の色に合わせてよくあったけどね、まああの昔の人はね。うんではまあ5枚だからね。う とにかく、冷凍庫は、もうとにかくウルトラ満足だし、奥行きが狭いのと、まあある程度入る引き出しと、上がそのまんま出し入れできるのがあるのが神だし、この容量がやっぱ神だね。うん。あの、ハイセンスとか、あの、この一個下のモデルのね、えー、容量のやつ、さっきもね、ずっと見てたんだよ。見返してたんだよ。でも、やっぱりね、冷凍庫がね、 今のは、あの、シリムだから、奥行きがね。やっぱりね、冷凍庫、これは、もう、これを使ったら他のは戻れないかな。この冷凍庫はすごい素晴らしいと思う、おじいは。褒めて使うしよ。引き出し式は嫌いなんだけど、でもこれはね、これがあるおかげで OK です。これ、これ意外とね、厚みがあるんで、ここは使えるやつだよ。 引き出しも好きじゃないんだけど、でも、こんだけね、もう、冷たそうでしょがっつり冷えててくれてるんで、すごい冷えるよ。これでチューだよ。で、上も今弱で使ってるんだけど、本当はね、チューにしてたらね、こっちゃじゃねえのっていうくらい、よく冷えてたから。だからね、よく冷える。で、TCL とか、ハイセンスも見てても、やっぱレビュー見ると、よく冷えるって書いてあるし。 で、アイリス山の他のやつ見てても、やっぱよく冷えるって書いてあるんで、やっぱ、あの、冷える。今のやつは。安いけど、冷える、うん。で、アイリス大山に限らず、やっぱりその、一定のやつはね、安いのは、やっぱ霜がついちゃうとか、あと、ハイセンス見てても、なんかあの、穴があってね、 なんかあの、霜が溶けたのがそっち、お尻になって、それがああだとこっちにしちゃう、あの、あっちから落ちちゃうとか、なんか、そういう書き込みも見てると、250リッターのあれいいなと思って見てたんだけどね、あの上が冷凍庫だのね、あの250リッターこれぐらいの高さなんだけど、上にレンジを蹴るんだけど、あれもいいなと思って見せたけど、やっぱりそういうところのレビューしてくれてる人のやつ見ると、うん、やっぱなんかちょっと気になるなっていうね。で、 意外とね、あの、1ヶ月間で、これ結構売れてるね、本当たくさんの人が購入してる。レビューこそ、本当ないんだけど、このアイリスオヤマの、この大容量冷凍庫、ね、100リッターの、これはね、売れてます。うん。ね。まあ、長くもしかどうか別として、本当にね、あの、ここは本当残念なのと、使い勝手はめちゃめちゃ悪いし、お年寄りは、 あの、もう、背がちっちゃう年寄りはね、ここのやつを出し入れするのもすっごい大変だし、ここら辺にこうやってなんかあれ出し入れするのも結構大変でしょ。普通の冷蔵庫の上の段から出しようなもんだから。すごい大変だと思う。ね。若いうちは使えるけど、もう年を取ったらちょっともう大変かな。こだっておじいだってこれ、これこんな180センチだから、こんなとこ何入ったか見えねえもんだって。<laughs> ここだって見えない。ここだって、こうやって、こうやって背伸びしてもこう、スマホだから、おじいの目線ここだから、おじいの目ここだよ。だから、スマホだから手でこうおっしちゃって見えるけど、見えねえもんだって。ねまあ、そういった意味でね、うん。まあ、ここの使い勝手は本当に悪いけど、まあでももう割り切って調味料入れだと分かり切って、ここにもう麦茶とか、あの、あれ入れない。ね。買ったペットボトルは入ると思うから、ペットボトルくらい以外は入れない。 ね。で、どうしてこっちに1リッターとか、あの2、あの2リッターとか、大きいの入らないから、もう上を取る覚悟で、ね。うん、もう上取っ払っちゃう。それで置かないとダメ。ねまあ、あとはもう、普通の固有ううの缶が入って、ね、500が入って、まだ下にも350が入っててね、こういう使い方ができるので、まあ、1人2人ぐらいだったら、いいでしょう。ね。で、大家族だったら、 あの、もっと大容量のね、300、400、500の、まあ、観音ビラクのやつを買えばよろしいとしてね、ね、うん。とにかくね、270の何、4リッターか。これね。あの、アマゾンの、アマゾンね、各だかなうん、アマゾンか。うん、どこだかな中であったんだけど、一人暮らしでどうですか極んで、え、アマゾンか。ね。っ、ま、た一人暮らしにぴったりですって書いてあったのね。なぜならば、あの、冷凍庫が多いから、ね。冷蔵庫はそんなに、あ冷蔵部分がそんなに、 大きくなってるわけではないっていうね。だ冷凍が増えてるから、みんな冷凍が入らないってみんな嘆いてるから、だからおじいは今もう一番下の段に、チャーハンと、おー、カシワリ氷入れて、まだいっぱい入るけどね。で、アイス、アイスの箱入れて、アイスの小物入れて、で、上にね、首のやつとアイスの入れて、ね、こういう仕い,い分けできるし、一番上は、あの、氷、氷出し入れできるここはね。あの、製氷、ね、製氷、 100円ショップで売ってるでしょおじいもね、残ってるかな製表。あった。これね丸、丸いのを作れるやつ。まん丸の氷がね、一度に4個作れて100円ショップで買ったんだけど、これ製を使えるでしょね。うん。だからね、やっぱ氷を作ったら引き出しで出すっていうのは大変だから、こっからね、ダーって出せるっていうのはすごく、 神だなと思うよ。これ何気に中身がなんとなく真っ白だけど、なんとなく見えるのも悪くないね。<laughs> これはね、でも気に入ったよ、おじいは。うん、気に入った。ね。ただ本当ね、この反射が気に入らない。<laughs> ね。まあ黒の色も悪くないけど、白の方が良かったかなとちょっと思ってるけど。ね。これを見ちゃったら、 もう、あのー、250とか174の下のやつとか、そっちの方でなくて、これで正解だったなって思うよ。で、あと、この、この、このもう一個上があったりとかね、観音開きとか、あのー、タイムシェルでね、6万円台ぐらいかな。もうちょっと出すとすっげえでっけえ観音開きが買えるんだね、アイデシアまでね。うん、まあ大家族はそっちの方がお得かと思う。 ね、タイムセルで6万円くらいぐらい。ね、もう2万円、二万円ちょっと出すと、すごいでっかい容量が買える。ね。まあ、おじい的にはね、冷凍庫ね、そんなに必要かっておじい言ってたんだけど、やっぱ冷凍庫は100リットーあるとちょうどいい。使い勝手がいい。で、あの、ちっちゃい冷蔵庫の冷凍庫って、同じ引き出してもすごい狭いし、で、あと、あの、 もっとスリム、こういうちっちゃい100ラジックくとかね、百5 0と、ペットボトルが3本分しかなくてスリムなんで、1個分少ないで、こうスリムなんだよ。余計ね、使いにくいし。奥行きこれね、これでっかい方ともう1個下だと、50何センチと63ぐらいで、こう何センチか違ったんだよ。だ奥行きはね、あのー、従来門と同じぐらいあるけど、今どんどんコンパクトになってるから奥行きもなくなるさ。そりゃね。 うん、だおじいはね、本当まあ正直、このアイリス大山のこの冷蔵庫は、これはね、いい冷蔵庫だと、今のところは思ってる。もうしっかりと冷えるし、容量的にもすごくいいし、ま、ほんに残念ポイントは、この塗装と扉の裏がね、使いにくいっていうのだけなんで、うん、いいよ、これは。ね。 移動もしやすいし、ね、あれからまたこっちあたりこっちあたり、ちょっと手前にしたりとかね、あの、パチンパチンがやりにくいとかもうちょっと開こうかなと思って、ちょっと場所移動しね、ちょっとずらしたりなんかしたんだけど、ほら <laughs>。ちょっとこっちじゃなくて、ちょっとこっちね。で、ここをねもうちょっとこう広げた。もうちょっと、ここもうちょっと押しやすいようにね。あんまギリギリすぎてもあれだからね。もうちょっとここ余裕があるようにした。ね、そのために、 ここまでやると、ちょっとあれだから、やっぱ、ここは、斜めゾーン、こうあった方が手がね、楽なんで、ちょっとこっちにしました。ね。まあ、ちょっとぐらいここ開けてもね、そんな記くつまんないかなと思って。まあ、ここのツールはま確保できた。ね。ということで、あとはね、これ、ぐち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 沸騰してる、このゴミ箱の中、ね。この、この熱い鉄板でね、ぐちぐち、もう、あの、結構、 いい煮物ができてると思うけど <laughs>、ね。いや、冷蔵庫のある生活いいね。本当いつも冷たいものが飲める。ね。アイスが食べれる。ね。あの、雨が降ってもこの中にチャーハンがある。ね。塩がある。野菜もこの中に入れてね。しおれにくくなってるし。いや、もう神だよ。調味料もカビ入れなくなるし。ね。はぁ、あ。 もうちょっと温度が下がってくれたら嬉しいんだけどな。暑いからな。でも、あの、手を拭いて、これは、こう、あったかいんだよ、これ。ドライタオルになってんだよ、これね。非常にあったかいので、まあ、これが原因で火事になんなければいいなと思って、どう、危ないかな、どうしようかなと。今、ちょっとね、そこを考えてんだよ。マグネットは、まあ、熱くなってるけど、熱いってほどまではね、してないので、 まあこのプラスチックは溶ける、溶けるまではいかないね。あの、40何度だね。50度くらいじゃ。だからこれもね、すぐに乾くから、まあ、考え方によっては、うん、便利かもしれない。生乾きだと、ほら、あの、菌が繁殖するじゃん。で、この熱いおかげで、さらっとなってるはずだから、まあ、意外と長持ちするかもしれない。ね。3日に1回乾いてるのがね、4日に1回で済むかもしれない。 <Yeah. S 2> そんな感じです。いや、これはいいサイズだ。いい買い物をした。本当ね。ただ、あのー、断熱材が飛び出てるのは絶対にちょっと、あのー、問題があるので、うん、で、あそこのへっこんでるのとか、あそこがへっこんでるのは、 多分もう、あの、ここら辺のクオリティは、そこまで検査厳しくないし、アイリス・オーヤマも値段を安くするのに頑張ってるわけだから、まあ、多少の傷がね、ついてるのは別に、あの、ソニーとかパナソニックだったら、それは嫌だよ。あの、絶対に傷ついてたら交換してもらいたいけど、アイリス・オーヤマで、まあ、普段、そんな、もうどの道使ってれ傷もつくわけだからね、多少の傷は気にしません。ね。 うん、もう心が広くなった。ただ、これはね、許せないので、<laughs> これ、これ、これは別、これはね、これは絶対に許せないので、うん、断熱材が飛び出てる、変形するまでね、ぐちゃっていってるってことは、なんか他の、他のものも巻き込んでぐちゃってなってる可能性があるので、この本体は、なんか嫌です。これね、うん。そんなわけだよね。 一応、横、横の暑くなるだね、まだ、10時間ぐらいで暑いなんで、本当に暑いんで、明日、朝起きてみたら、あのー、暑くなければ嬉しいけどね。うん。やっぱ暑いも、ピントが合わないけど、今四41度ぐらいなんで、ね、暑いです。はい、そんなわけで、えー、まあ、 いろんな考えの方ね、いらっしゃると思うけど、でもこのアイリス大山のこの冷蔵庫は数ある中から、うん、やっぱりいいものを選んだなっておじいは思ってます。これはいい冷蔵庫だ。うん、ちゃんと冷える。バッチリ冷えてる。いい冷蔵庫です。たまたま当たりかもしんないけど、たまたま外れだったかもしんないけど、いい冷蔵庫です。はい、そんだけでね、汗だくなんで終わりたいと思います。 また明日、あのー、どうなってるのか報告したいと思います。いやー、これ黒だと、普通沈むんだけどね、なんで、あのー、白くなっちゃうかな。普通ね、白いところにターゲットにすると、あのー、パーって明るくなっちゃって、黒いところだと、あのー、落ち着くね、これ逆だよね、これ、テカテカしてるから。白いタオルに合わせると、ほら、グーってなるんだよ。あと、こっち、こっちとかね、ほら、グーっと。おかしいでしょ、これ、黒なのに。 普通黒の方が沈むのに。か、で、白くなったけどね、このカバンとかに合わせるとグッて沈むはずなんで、本当は。ねえ。この冷蔵庫に合っちゃうとこんなになっちゃう。反射が悪い、反射が。ね。はい、終わりまーす。えー、ね、暇つぶしになった方はグッドボタン押しちゃいてね。バイバイ。いい、いい冷蔵庫だよ、これね。